はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバブで2018やっていきたいと思います。ということで、今回も引き続き、こちら、レジェンズボリューム12、ネドベとデルピエロ75。ということで、引いていきましょう。これから冒険に行きますみたいな2人だね。そうだね。まあ、でも残りが55なんで、はい、結局、ネドベドがあと1体欲しいということで、はいはい、ネドベドが来たら、まあ、リセットかなっていう感じはしますけど。まあ、ネドベドが来る前にとりあえず引きましょう。はい、なるほど。1点狙いで GO!、はい、まあね、もう、まあ、結構前の、1個前のガチャ。はい。前回は、終わりもこれ終わりだよ。終了。はい、ありがとうございました。ピカリすごくない？省エネ？省エネ大賞受賞？清志郎くんだっけそれ CM？ いや知らんよ。子供。いや旅に出ますよねこれから。ちょっと言おうとしてたから。いやこれはちょっと動画潰し。動画潰しの。絵落ちだな。パベルネドベド。パベルネドベド。たちのネドベドその能力ちょっと見てくんない？あでも一応左ミッドフィルダーなの。そうなんだよね。でここなんだよねできるとこまあ真ん中と右左。能力値は1から全部高いね。オフェンスのところの部分の能力が低いところがない。まるで。で、唯一ちょっと苦手なのがヘディングのディフェンスセンスなんだよね。ディフェンスセンスとボールダッシュもっとあるよな。結構あるよ、普通。俺、ネドベトとかトレゼケとかさ、うん、ユーベのあの時好きだったけど、いや、あるでしょ。で、キック力がやっぱバケモン並みにあった88。で、スピード瞬発も別にある、ないわけじゃなくて。ボディバラもあって、ボディコンも確かどうだったのかな。で、スタミナがやっぱバカあるんだよね。ボディバラもあるんだ。うん。で、コンディション程度7で逆足精度も4。まあ根幹持ってて、持ち物的にはそんなにあれなんだけど、プレイスタイルも、あの、ボックスボックスは縦横無尽に行く感じで、いやー。ただこれ見てもらうと、なんかさ、言えば攻撃版カンテみたいな。ただね、やっぱりね、いや、スタミナあって。そうなんだけど、取ってはくれないね。だから、まあそうだな。取ってはくれないし、まあ、オフェンスセンスも、まあ、こんなもんなんで。ディフェンスセンスがちょっとないのが意外だよな。意外なんだよね。あの、だから、もうちょっとなんか強くて、これ年齢が関係してんのかな ?30 だね。まあ、どうなんだろうね。デルピューロは21だったから、まだ成熟してないっていうか、なんかそういった部分もあるのかって思ったけど。ネドベドは強かった時期だと思うんだけどね。これさ、超神引きじゃん。実質21回ってことでしょ。そうだね。21回2体ゲットしましたよってことでしょ。いや、もう最強。ただの最強だよ。これで終わっちゃえばもう超省エネみたいな。おー、いや、レジェンド2人だけ。いや、待って、これすごない？レジェンド2人だけ抜いてるよ。黒で。うん。こんなことあるんだね。やば。まあ、ということで、ちょっと出落ち感がすごいんで、まあ、20回リセットして。そうだね。まあ、そうか。まあ、もう1回来るってこともあるし、もちろん、とつりたい。特にネドベドとかもそうだけど、ちょっと動画的にあれなんで、ちょっととつりたいもんな。まあ20回引こうかね、うん、せっかくだしね。いやすごい、こんなこと初めてだわ。もう一回来る、初めて。いやこれ実はもう一回来ちゃう。いやこれでも終わっちゃうよとか言って終わったな。本当初めてだ、ね、終わっちゃうよ。初めてだわ。初めてだわ。21回でつまり2体。なかなか。あ、デヨングまた来た。出ましたな。あとはだからそのまあイベントだよね。そう、結局のところはもうイベント選手もいるんで、うん、もうあと本当に欲しい選手を入れていくといった感じでね。まあこれ早めにゲットできたんで、本当使ってみて使用感だったりちょっとね、いやすごいな、動画にしていって、まあ、うん、実際に使えるのかどうなのかっていうのはまだやってみないと分からないところあるね。いや分からん分からん。あのなんつうの、ローターマテウスだっけ、はい、あのレジェンドのやつ出しましたけど、うん、ローターマテウスはなんかこれどうなのと思ったら結構良かった。まあまあ強い。かなり良かった。ネドベド、デルピかネドベド、それでこれだ。あ、ロッペン。あ、ロッペンね。はい、ありえん。いや結構来る、出るなぁ。いやロッペンも普通に18B 持ってたっけ。持ってる、ね、強いよね。ロッペン超強い。ドリブルの数値高くてスピード瞬発があってね、決定力が高いんですよね。でロッペンはやっぱね、根幹が強いね。ちょっとまあ弱体化になっちゃったけどね、2016の時が。いやでも、めちゃくちゃ強い。今ここに来てまた再び効いてると思ってる。まあね、ロッペンは。いや、そんなに出る。いや、びっくりしちゃったね。いや、なんかさ、別に無欲でもないじゃん。めちゃめちゃ欲しかったんだけど。うん、結構似たようなエンクル。同じ選手来るな、めっちゃ。ちょっと見ない選手欲しいけど。ただ75だから、まあそんなに別になんかもう、
そうだね。そんなに選手の幅があるわけじゃない。てかなんでこれもうレジェンドはボックスにしてくみたいな。いやどうなんだろう。だからそれこれ不思議だよ。これ戻っちゃうね。カムカム。出る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 ピエロ。ボルチ。ボルチももうね 18B 持ってんだよな。なるほど、トレーナーですね。はい。ちょっと能力だけ見ようか。せっかくなんで。まあボルチはね。結構弱い言われてるんですけれども、うん、結構センターバック、要はクリバリとかマナラスにはないボールコントロールとか、パス系の能力がまず高いセンターバックなんでね。で普通にディフェンスエースボール出しはめちゃめちゃ高いんだよね。ただ、要はウィニングレブンのディフェンスに大事なスピードと瞬発力。これがね。この部分がないんで、やっぱちょっと使えないというように言われてるんですけれども、ただアプリだとまあそこまで気にならないかな。うん、そんなに言うほど。まあ、ただ、ボヌッチ使うなら、要はボアテングとかね。やっぱりそういう選手使いたいって、まあ、ちょっとコストも多分38でしょ、うん、そう重めなんで、それだとやっぱり、ね、金のセンターバックを使うっていう風になっちゃうんで、まあ、あれですけど、まあ、別にそこまでひどくはない、うんうん、と思います。まあなんつうんだろう、本当にね、なんかレジェンドばっか出るのかなと思ったら違う黒も出てきてますね。そう、6ペンボヌチ出ましたね。いやーい、びっくりするわこれ。なんかネドベドネドベドがあんなに簡単に、いや 俺たちが結構欲しかったフライムダッチマン、フライムダッチマン来た。ああ高いな能力、結構銀にしてはやっぱ、うん、まあすごい本当に一時やばかったからね、この選手も。はい、黒だったね。そうだね、2016かな、黒だったね。15とか使ってましたね。2015の時一番使ってたよね。ああ本当にファンペルシーって言ったらね、総合値90ぐらいあったんじゃなかったっけな。ファンペルシーはなー、シュートがねすごい面白い。そう、バンバーン、出る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 、それかネドベド来る、出る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 ピエル、イヤオ、いいシーン。あーロレンツォね、ロレンツォってとつってたらないよね。ね、これ多分 A だと思うんだけど、まあ、いいシーンにはちょっと身長がねないんですよね。まあ、でもメルテンだって別にそこまであるわけじゃないでしょ。メルテンそこまであるわけで、まあインシーンとメルテンスで最強スパサブ、うん、結構入ってくるんですけれど、まあ高いですな数値が、うん、まあ、スパサブ持ってるってところが最大に、この能力でスパサブ持ってるっていうのは最強だからね。チェンシング持ってるからね。マジで中流ところね、めっちゃ来るな。めっちゃ来るぞお前、これ今まだ充電しないんだ俺。ゴールデンタイムだお前。最初のやつはなしにして充電して、まあ一発だからねそれは。いやすごかったな。フィーバータイムでしょ。ネドベドってあんな感じで出たんだ。あーファンタイム、ね、これ捨てちゃったんだよね。もう枠がなくてね、取っとこうと思ったんだけど、もう無理やった。取っとけば、いやもう無理無理無理。なんでだってセンターバック変えちゃえばいいじゃんファンダイクも。いやボヌッチと誰かやってたんだよね、うん、300のほうがいいか。300他にいいの。黒だって、ムヌイチ誰だっけな、今やと。今、確かスカート評価も50超えてんだよ、多分。いや、でも、あれでしょう、18B の方が多分スカート評価高いんじゃない。ああ、ずるいんじゃないこれ。はい、ま、CL のバロテリー。バロテリーはトレーナーでいいけど、ファンダイクとか入れといてもよかったんだよな。入れといた方がいいかな。うん。だって、ボヌチってトレーナーにした。いや、ボヌチはもう 18B ですでに40レベルで。ああ、なるほどね、はい。それになると確かに。ちょっと違ってくるね。さすがに黒きすぎてる か, ーーかこれ見たね、亀には。さすがに黒きすぎた。ちょっと俺なんかあれだよな、ちょっと嫌な感じ。その中でババ引きそうな感じが怖い。その中であなたはネドベトを出せるのか。なるほど、デルピエロを出せるのか。まあそういうことですね。そうだね、レジェンドかぶりだね。もうここでここでシャカシャカポイントだね。あれあーあれ、うん、プロベス。あーこれも前出たな、おトレーナーかな。うん、これも前なんかのガチャで前出たね、もうすでに、うん、まあでもネドベド来ちゃったな、来ちゃったからな。ただできればとつとつっと来たよね、その 35? そうだね、結構なんかその40レベルにすることによってさらになんかちょっと見えてくる、うん、あれネドベド、ちょっともう出る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 、ネドベド、ペトルチェフ1個みたいになってるやん。ネドベドーって思って、IKKO さんじゃん。セリフもね、いいよね。ただね、こういうのもなんだよね。これは、トレーナーじゃなくて入れといていいと思うんですよ、はい、A を持ってるから、私はあと1個だよ、でも1体だよ、あの、入れられるの。え、でも待って、黒の選手ガンガン減ってきてるんだよ。なんか1回リセットしたらすごい緩いみたいな感じ。あ、そういう感じ。それもある。え、ちょっとこのシャカシャカポテトでね、シャカ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 、え、あ、それとも出たね。いや、これやばいな。
いやーこれガチャでも初めてだな。21連で2つ出ちゃうみたいな、うん、ボックスドローだからね言うて、まあ、言うてそうなんだ。言うて早めに出る人はまあ出るわな、うん、その中では。おい待って、これもかなりもうリーチリーチリーチ。あれ、あ、カンドレバじゃん、うん、あ、カンドレバいいね。ただこれパンパンになるわ。ちょっと入れて消しましょう。前目とかも、あーでもまあカンドレバいいんだけど、でもまあ使わないか。言うてそんな使わんのな。うん、右もいるしな、いっぱい。いいや、うん、取っとこうかなと思ったけど、すごい取っときたいけどもう無理だな。ハンドレイバー、まあ、イベントの用の選手だもんね、トトキとしても。そうだね、まあ、普通に優秀な金の選手でも入ってくるっちゃ入ってくるけど、うん、使いやすいし。ただ来いデルピエーロ、ね、あー金ですね。ザー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 、どう暑いって顔してる、ね、日差しがね。あーまあまあ、あ4だ。あでもスパサバ持ってるわ。まあ、4でも要は調子の波が激しいってことだ。これじゃあトレーナーかな。結構絶好調にもなったりするみたいな。なるほどね、感じですね。あと何回だ、あと5回ぐらいかな。そうだね、あと5回。いやーちょっとね、俺も結構黒を呼び寄せてるんで、今のところかなりいい感じ。おい出る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 、おいすごいな。あれサンドロ出る、ピエロ、いや、え、マジですごくない、めっちゃ来る。神が神が言ってる、運は収束するよみたいな。すっげえ来るじゃん。いやー35レベルおめでとうございます。何これ。いやこれね、デルピエロゾーン絶対入るようになってると思うのよ。トレーナー、トレーナーですね。35レベルやった。寝止めても出してくれ。当たり前だよ、寝止めても出してくれ。当たり前、当たり前。デルピエロってさ、シミュレとかに合うのかな。いやだから使ってみないと分かんない。だからデルピエロゾーンがどれだけ強いのかにかかってるね、本当に。ええー、ネドベト、ネドベトーベドベトー、おー、ドアたりきた。セブン、ちょっと待って、これはやばいな。ウルトラマンセブンだよこれ。やばくないかこれ。ちょっとビダルってさ、17なの。17なんだよ。18は持ってないもんね、もちろん。いや違う、入れちゃってるもん。あ、なるほど、なるほど。17だから、もともともう今レベル50だから。取っとくよ。どうする?いや、もう入れた方がいいでしょ。まあ、ビダルは、だってもう未所属だから、そういうイベント系多分かかって、あ、でもチリか。こういうナショナルでチリで来ちゃってるのか、今。うん。うわ、強いな、初期力。あー、じゃあまあ一応育て入れとこうか。ワンダーズバグ持ってるよ、うん。一応こうやって使って、レベル上げてから、あっちに食わせよう、最後。なるほど。え、まだだな、あと1回じゃない。え44、あと1回いける。まあ、3回あるよ、まだ。いや、じゃなくて、パンパンじゃないかな。あ、いけるんだ、いけるんだ。あと1人入るから。やばいよ、やばいよ。超神的やん。寝止め度やよね。寝止め度、まあ、振れ。振って振って振って。振って振って振って。あれはい。行こう。パウロディアス。すっごいな、これ。結構。過去1?過去1ぐらい出てる?いやー、どうなんだろう。でも、ボックスドローでかなり神だったボックスドローがあったんだよね。やっぱ、めちゃめちゃ省エネじゃん。省エネ。省エネ大賞受賞。いやなんか俺さ、まあ、あのマルディーニのガチャから結構ポンポン出るじゃん。あのね、なんかね、レジェンドがやっぱ2人とかいた方がにっこりできる。1人だとね。そう、クライブの時とかさ、もう本当に運なかったけどさ、なんか今それが返ってきてる。いや、マジでクライブ欲しいよ。まあまあ。あーい金か。金ですね。はい。ゴンゴロ。コンゴロ。こんなの見たことない。モナコ。よく出てるって感じなのかな。23。アクロバティッククリア持ってる、ね、悪くないね、アクロバティッククリア、ね、いや、あと1回か。そうだね、終わりか、ラスト。いや、すごかったな、このガチャは。55、松井秀喜で終わらせる。秀喜、松井、ゴジラ呼び寄せろ。あい、あれ、あい、起きろ、起きろ、起きろ。あー、金ですね。まあ、最後の金でしっかりブルマだ。あー、もう出てます。これはトレーナーですね。いや、すごい。いや、すごい、うん。これはすごかった。おぉ。ちょっとなんで出た最後、見てくるんだろう。ちょっともう一回消して。いや、ふざけんな。いや、あと一回に来そうなんだっけ。あと、ほんとにあと一回来そうなの。ジャンキーを信じろ。あいでもね、最後、渋い終わり方するんだよ。こうやってね。はい、これ人生です。これ欲が出ちゃダメなんだよ。ダメなんだよ。お前、ふざけんじゃねえよ。いやいや、おめえだよ。なんか髪型もすごいイカチやつ。いやー、まあ、ということで、まあ、合わせて最初のやつ入れると22連。うん。22連で、ロッペン、ビダル、ボヌッチェ、デルピエロ、ネドベト、ロレンツ、インシネ、ペトルチェフ、
7体出た。22スーパー神引きだった、ね。スーパー神引き、これはやべえ。しかも、これも、ほんと言えば、最初のやつでネズベタ出てるから、もう21連で2体揃ってるみたいなもんなんで。でもできればビダルよりサンチェスの方欲しかったよね。まあでもビダルでも全然いいけど。いやでもビダルはさ、あれじゃん、レベルあれだけど、サンチェス確かに。サンチェス45レベル。ああ、なるほど。45レベルだから、まあ別にそんなにって感じだったんで、うん、まあ個人的にですけど、レジェンドがもう1体出てたらもう本当にやばかったけど、まあでもそれでもデルピエロ出て、もう嫁ることもできてるし。そうだね。これはね、マジで神ビーた、このガチャは。うん。まあということでね、デルピエロもネズベタもゲットしてるんで、まあちょっと使用感ですよね、気になる。もしネドベドが30レベルで、うん、うわかなり強いと思ったら、ね、ちょっとこれ回すかもしれない。うん、そうだね。あとはまあレベル上限も結構確保できてるんで、うん、入れたりとかしてね、またチーム強化していければいいかなと思います。はい、ということで、また次回の詳細は。ボー。